ゴッドファーザーミスターストーン、今日も速稼塾の私久保哲郎からですね、一つアドバイスをさせていただきます。まあ中間報告大いに結構でございます。おおむねそんなもんでいいんじゃないかなと思います。自分が今まで何をやってきたかと、これからどういうふうにしていくかってことを明確にしながら、あとはね、実際の結果とのギャップを見ていくことが大事なんですよ。その中で今回一点申し上げたいのは、コメントのやり取りを増やしていきたいということがありました。これはですね、まあ、ストーンさんのメリットを生かす意味で、速稼塾の塾生さんで YouTube をしている方とのやり取りを増やしていくことをまず一番最初に取り組むと距離が近いんじゃないかなと思うんですよ。まあ具体的にはですね、やっぱり塾生同士の動画のやり取りですんで、例えば今日は、浩二さんがね、西成浩二さんが教習所スタートしてるんですよ。ね。で、多くの方がコメントを寄せております。そこにですね、乗っかれ身で、浩二さんへの激励ということで動画を撮っていくとかね、そういった一人の人にメッセージを送ることによって、その人からの返信の確率が非常に高くなる。コメントの確率が非常に高くなるということがありますんで、そういうふうなね、一つ動画を開けて、5件、10件のコメントを期待するんではなくて、必ずこの人から返信もらうぜ、この人のコメントを取るぜ、みたいな、これ一、これ一つっていうやつですね。そこから始めていくといいと思います。これを、まあ、このアフィリエイトの業界でね、ペルソナって言うんですけどね。本当に設定した一人に対してメッセージを送ることによって、その人自身、もしくはその人に近い方からの返信をいただけるという手法です。まずこういうふうな、かなりコメントをいただける確率が高いんではないかなってことをね、やるといいと思います。もちろん、ワントゥーワン動画ね、サラリーマン、YouTuber J さんとのやり取りもよろしいかと思いますし、まあ、投資などやってるようでしたら、バクチャンさんのね、暗号通貨、体の10万円勝負の、まあ、動画の感想とか、投資に対するスタンスの暗号通貨と株との違いみたいなんで、ちょっと意見交換してもよろしいかと思いますしね。まあ、その他、西アクラソンの山根さんは介護の動画を最近上げられておりました。実際に自分がお父さんにされている介護の模様ですね。で、こういったのに対して同じような年代ですから、私たちは共感するところとか勉強になったところとか、そういうものをレビュー動画ということでね、山根さんへみたいな、西アクラソンの山根さんへみたいなタイトルつけていくとかね、そういうふうにピンポイントで一人ずつやっていくと交流が起きやすいです。ですんで1対多数から始めるんではなくって、1対1の関係から始めていく。まさにこれは人間関係と同じで、合コンに行って、その合コンのね、メンバーが10人20人、大勢の参加があっても全員とはコミュニケーション取れないですよね。だからそういう時は一人に絞っていくんですよ。とりあえず目の前の人、もしくは隣の人と仲良くやっていくこと、顔と名前をこの人一人だけは覚えるぞみたいなね、その人から電話番号が聞けるようにやっていくぜみたいなね、電話番号って言うとなんか古いですけどね、今は LINE の ID ですかね。まあそんな形でこれ一思考でいくといいと思いますよ。じゃあ参考にしていただければ幸いです。また次の報告お待ちしております。いってらっしゃい。ゴッドファーザー。